全国瞬時警報システム。全国瞬時警報システム。全国瞬時警報システム。通称、J アラート、J アラート、J アラートは、通信衛星と市町村の同方形、防災行政無線や有線放送電話を利用し、緊急情報を住民へ瞬時に伝達する日本のシステムである。2004年度から総務省消防庁が開発及び、 整備を進めており、実証実験を経て2007年2月9日から一部の地方公共団体で運用が開始されている。対処に時間的余裕がない大規模な自然災害や弾道ミサイル攻撃などについての情報を国から住民まで直接瞬時に伝達することができるという点が J アラートの最大の特徴である。住民に早期の避難や 予防措置などを促し被害の軽減に貢献することが期待されており導入により地方公共団体の危機管理能力が高まるとされている J アラートは津波をはじめとする大規模災害や武力攻撃事態または存立危機事態が発生した際に国民の保護のために必要な情報を通信衛星スーパーバード B にお利用して瞬時に 地方公共団体に伝達するとともに、地域衛生通信ネットワークに接続された、同方形市町村防災行政無線、以下、防災行政無線や、有線放送電話を自動起動させ、再現や放送によって住民へ緊急情報を伝達するシステムである。J アラートは、国民保護法に基づく、国民保護体制を、運用面から支えるものとされている。特に、 弾道ミサイル攻撃やゲリラ、特殊部隊による攻撃、ゲリラコマンド攻撃が発生した場合は、事態は、一国を争うことから、国民保護サイレンを推命させるなどして住民に、対して、警報を速やかに伝達し、できる限り多くの住民や外出中の者のを、屋内退避や避難に導くことが定められている。国民保護サイレンは、これを耳にした、誰もが自身に、 武力攻撃という危機的状況が迫っていることを認識できるよう、あえて不快感や警戒心といった自己防衛本能を呼び起こす音を発して推明され、この音は総務省の運営する国民保護ポータルサイトにおいて誰でも視聴することができるが、むやみに推明することは違法行為になる。当初は J アラートを受信できる機関は地方公共団体に限られていたが、 2009年1月6日以降は、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関等にも拡大され、各省庁や公共機関、マスコミ、公立学校、病院等でも受診可能である。政府や内閣官房は J アラートとの通称を用いているものの、J の由来についての記載は、少なくともウェブサイト上には存在しない。 小学館観光の日本大百科全書には J アラートについてジャパンの頭文字 J と英語で警報を意味するアラートを結びつけた造語との記述がなされている。緊急事態の発生から住民に情報が伝達されるまでの大まかな流れは以下の通りである。J アラートで伝達される情報は気象庁が作成する気象関連情報と 内閣官房が作成する有事関連情報に代別され、2016年10月現在、24種類の情報が送信されている、全国瞬時警報システム用向き、第4条。どの情報について、防災行政無線を自動起動させるかを市町村で決定できることとなっているが、大津波警報、津波警報、気象等の特別警報、噴火警報、 緊急地震速報、有事関連情報については、自動起動が原則とされている、全国瞬時警報システム業務規定第9条。消防庁から情報を配信する際、情報の種類を識別する、情報番号と対象地域コード情報を一緒に送信することにより、放送内容の自動選択及び、防災行政無線。 優先放送を自動起動させる地方公共団のフィルタリングが可能となっている。これにより、必要な情報を必要な場所に伝達できるようになっている。なお、このフィルタリング機能により、防災行政無線、優先放送が自動起動するのは原則として、気象災害等の対象地域のみとなるが、武力攻撃に関する情報、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、 ゲリラ、特殊部隊情報、大規模テロ情報については、その特殊性と拡大可能性の大きさから、攻撃対象地域以外の地域についても、通知、伝達地域及び参考情報地域として、災い行政無線が自動的に起動する。このような状況下において、身を守る武器を持たない者が、むやみに屋外を出歩くことは危険であり、差し当たっては、 当該地域にいる人々に対して警報と同時に屋内退避の勧告も伝達される。2006年1月から3月にかけて15都道府県16市町村の参加の下で J アラートの実証実験が実施された。実験では主に以下の確認が行われた。実証実験参加団体は下記の通り、実験の際消防庁からは弾道ミサイル攻撃情報、 緊急地震速報、震度速報等が送信されたほか、複数の緊急情報を同時に送信するなどのテストも行われた。奈良県黒滝村などでは屋外での公開実験が行われ、事前にその旨がプレスリリースされている。また、兵庫県市川町では実験で伝達される情報を用いての災害図上訓練が行われ、千葉県富浦町でも実験に合わせて、 住民の避難訓練が行われた。実験では、消防庁からの情報送信、地方公共団体での情報受信及び、防災行政無線の自動起動に成功したが、情報の受信までに1から2秒、自動起動による放送までに5から23秒を要するという結果となった。サイレン等による瞬時情報伝達のあり方に関する検討委員会は、この実験結果を踏まえ、 放送までに時間を要する主な理由等について検討を加え今後改善していくべきポイントをまとめている。今後の全国的な運用に向けては次のような課題がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。